はい、皆さんこんにちは。オシックス新潟 RBX BC 監督の橋上です。本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。もう間もなくキャンプも始まり、お忙しい時期だと思うんですが、はいはい、一つちょっとお聞きしたいことが、はい、どうぞどうぞ。現状の FA 制度についてちょっと橋上さんの意見も聞きたいなと思います。そうですね。まあ、FA に関してはね、もうずっとこの何年間か、まあ、毎年何人かずつはそういうのあったんですけども、まあ、今年はちょっとね、なんて言いますかね、いろんなその FA に対する問題だとか、疑問を呈すものだとか、がありましたよね。だから今まではその FA に関して今後どうなのかとか、なんとか話したのはなかったと思うんですよ。まあそれだけ今年の今回の FA に関しては、やはり皆さんがいろいろ思うことがあって、こういう話題になってるのかなというふうに思いますよね。まあ実際制度としてはね、もう決まって、もう何人もそういった制度を利用して、選手の移籍っていうのが行われてきたわけですから、まあ、特別今更どうこうっていうのはないんですけれども、まあ、例えばその人的保障が発生するだとか、プロテクトがどうこうだとかいうのも、今まではそれほど、なんて言いますかね、大きな話題にはなってこなかったですよね。で、今までも実際に人的保障で移籍した選手も何人もいますし、そういった形でね、FA っていうのが契約上成り立ってていたわけですから、まあまあ、それほど大きな問題にはなってなかったんですよね。で、今回の FA に関して、まあ確かにその、最初指名した選手から変わったとか変わらないとか、いろいろありました。まあ、変わった理由が、まあ例えば、なんかいろんな、まあ、ごねたというわけじゃないけど、そんなことをして、変えざるを得なかったとか、いろいろ出てますけどもね。まあ、それはまあ実際当事者じゃないし、まあ内部のことですから、正直、本当のことはわからないんですよ。実際に政府が誰を指名したかもわかりませんしね。ただ、今回のことで一番問題なのは、新聞が先に球団が発表する前に FA 選手が人的保障が誰であるとか、誰々だから誰々に変わっただとか、プロテクトから外れてるだとか、そんなことが新聞に平気で出ること自体が一番問題ですよね。これって、まあ、もちろん、いろんなその守秘義務があってね、特にその、例えば FA のその人的保障を含めたプロテクトなんていうのは、球団にとってはトップシークレットのはずなんですよね。で、これが、まあ、平気でっておかしいけど、そのメディアに先に出てしまうっていうね、これはやっぱり一番ちょっと問題かなっていうふうに思いましたよね。ですから、どっからそういう情報が漏れていたのかっていうことが、どういう内容だったかっていうよりも、どこから漏れたのかなっていう方が、ちょっと、重要というか、今後を含めると、検証しなきゃいけない部分かなというふうに思いますよね。そうですね。今回、深夜にいきなり速報みたいな感じで出て、はい、さらにまあ、ね、そこ対象じゃなかった選手も、まあ、憶測で外れてたんじゃないかという、うん、そこもまた。そうですよね。ですから、まあ、見たね、メディアの目にしたファンの方にとってメディア、結構、まあ、一喜一憂じゃないけど、ね、いろいろ思うこともあったと思う。まあ、ましてその、当事者というかな、名前の上がった選手にとってみれば、やっぱり心地穏やかではなかったと思うんですよね。で、それも何度も言いますように、その球団から言われるならね、順番的に間違いないとか、それが正しい順番のはずなのが、球団から発表される前にメディアに出てしまうっていうこと、まあ、これがちょっと、ね、まあ、まるっきりなんとか的外れの記事でもなさそうなのでね、まあ、これがちょっとその、問題だなというふうに思いましたよね。まあ、言える範囲とまた球団によっても違うと思うんですが、こういったプロテクトを含めた選手っていうのはフロント主導であって、現場の監督であったりコーチどこまでが把握しているものなんですか？ですね、フロントはもう基本 主体というか主導権を持ってます。まあ監督ぐらいは、プロテクトのリストに対しては目を通しながら、まあもしかしたら意見を言えるっていう場合もあるかもしれないです。でも基本的にはやはりその球団の編成の問題ですから、現場よりはフロント主導でやってるのは大半だと思います。ありがとうございます。まあ、こういった問題、メディアに関する問題もあるんですが、この FA の人的保障の人数が、まあ、どんどんこう少なくなっているというか、最初は40人プロテクトできたのが、今はもう28人とかなり減っているんですが、こちらについてはいかがですか？そうですね。まあ、でも FA で取る選手っていうのは、まあ、大体やはり、
超一流に近い選手、まあ、どのチームもやっぱり主力と言われる選手になりますよね。ですから、そういった選手を取るんであれば、やはりその、なんて言いますかね、自分たちの、まあ、出血する部分もある程度覚悟をしなきゃいけないっていうところで考えれば、戦力の均等化を考えるんであれば、プロテクトの人数としてはそのぐらいが妥当じゃないかなというふうに思いますけどね。今回の件も含めて、まあ、ほとんどトレードじゃないかみたいな意見もあったり、そういったところもあるんですが、まあ、そこは戦力の均等化というか、そういった面ではこの人数が妥当ではない。そうですね。まあ、どれが妥当かはちょっとね、なかなかその言い切れないんですけども、ただ、いろんな方々がいろんな経験を踏まえて、このぐらいの人数でっていうふうにして、まあ、12球団で合意したわけですから、まあ、それはもう、それでいいんじゃないかと思うんですよね。もうやはり10人いれば10人多分考え方が違うと思うので、そうなるとやっぱ集中つかないですから、まあ、そこでやはりね、NBB の方が、12球団から、いろんな話を聞きながら決意を取ってこういう形になってるわけですから、まあ、これはそれを、まあ、尊重するべきことかなというふうに思いますよね。最近の、まあ、昨シーズンまでは結構ポスティングの方が話題になることが多くて、まあ、今シーズンもこれが起きるまでは、ポスティングの方が結構制度的にいろいろ言われることが多かったので、ここに来て FA も、まあ、考える時期なのか、そうですね。まあまあ FA と今回はね、国内の FA の話ですけれどもね。まあやはり、これからはどうなんでしょうね。やはり WBC でやはり日本はあんだけ、まあ世界に対してアピールしたわけですから、今後やはり、日本選手の価値っていうのはさらに上がっていくでしょう。ですからまあポスティングに関しても、今まで以上に、ね、その早い段階でポスティングを願い出る選手も増えてくるんじゃないですかね。で、ましてその、今回の、まあ、大谷選手を含めて、やはりどうしても日本の契約と比較すると、まあ明らかな違いがあるんで、で、まあ、やはり野球選手といえども、やっぱり実労の年数っていうのはある程度限られてると考えたときに、その年数を少しでも高い金額で買ってくれるところっていうのを、まあ、探すっていうのも当たり前のことかなというふうに思うんですよね。ですから、そこにもしも規制をかけるんであれば、やっぱり NPB としてはある程度、ポスティングに関する年数的にとか、あとは試合数だとか、まあ、ある程度実績に応じたルール決めをするとか、それも必要かなっていうふうに思うんですよね。まあ、もちろん、選手だけを考えれば、1年でも早く行きたいっていうのはわかるんですけども、ただ、そこにはやはり、投資した球団であったりだとか、その選手を応援していた、ファンであったりとか、そういう人たちに、できればその、なんて言いますかね、本当にそのみんなに、拍手で送り出してもらえるような環境になってもらいたいですよね。ですから、ちょっとまだ早いよっていうような段階で、行く選手があまり、多くなるようだと、日本球界にとってはあまり良くないことだと思うんですよね。でも、話変わりますけど、FA に関しては、もう、これも、もうだいぶ長いことルールとして決まってるわけですから、選手に与えられた権利として、まあ、いいんじゃないかと思いますよ。もちろん、選手にとってみれば、一番の夢はもしかしたらポスティングになるかもしれないですよね。そうですね。ポスティングのメジャー移籍が多分一番の夢になるような気がしますよね。桁が全然違いますもん。違いますよね。で、まあ、ポスティングに関しては確かに、球団も潤うんですけどもね。ただ、球団は潤うんですけれども、まあ、やはりその、ある程度その、球団に対してとかファンに対しての恩返しが済んだよっていう段階で、ここまで頑張ってくれるんだから、じゃあ、ポスティングで気持ちよく送り出してあげるからっていうような形で、両者納得した形でいけるといいですよね。今の感じだと、まあ、若い投手はみんなメジャーに、野手は FA をしてるみたいな流れもあるのかなと、そうですね。だから、まあ、今年も、その、今永投手とか、山本由伸投手がポスティングによって移籍が決まりましたけども、まあ、一部メディアだと、例えば、ロッテの佐々木朗希投手が、ね、今シーズンの成績以下によっては、ポスティングをっていう話が出てたって記事がありましたけれども、これに対しては結構いろんなところが難色を示してるっていうような論調ですよね。で、これは明らかにやはりさっき言ったように、まだまだその日本球界での実績とか、数字的なもので、まだまだ日本の野球に対しての恩返しって言ったらおかしいですけども、まあまあ、周りがさ、例えばもう納得して、おし、行ってらっしゃいっていうスタンスではないっていう証でしょうね。
上沢選手のマイナーで行くというこのパターンはいかがですか。いや、これはびっくりしましたよね。まあ本当にその、まあ自分自身にやっぱり自信もあるんだと思うんですよね。まあマイナー契約にしたとしても自分の力でなんとか這い上がれると。そういう、なんて言いますか、前向きな気持ちがあるからこそ、そういったところでも行こうっていう風になったんじゃないですかね。うん、個人的には残っていただいた方が日本ハム今年の台風の目になるのかなと思ったんですが。そうですよね。うん、まああの、なんとか、まあ、上沢選手と、あと、FA の加藤投手かな。この二人がまず抜けてしまう可能性っていうのも最初言われてましたから、そうなるとかなりの戦力ダウンだなっていうところに、まあ、加藤選手が FA 残りました。で、まして、オリックスから、FA した山崎投手がね、日本に入りましたんで、まあ、これでもし上沢投手が残るんであれば、本当に一気にね、あの、日本ハムが台風の目に、なってもっていう感じではありましたけどもね。うん、まあでも、上沢投手は、まあ条件的に厳しいながらでも、やはり、自分の自信というか夢というかそういったものにかけて、そちらを選択しましたよね。で、それはそれでまあ、応援したい、頑張ってもらいたいなというふうに思いますけどね。うん。ありがとうございます。改めて、今回 FA、はい、そしてプラスでポスティングについてお話を聞きました。木村さん、最後に改めていかがでしたか。はいはい、そうですね。まあ、FA、まあ確かにそうなんですけど、これぐらい本当にポスティングっていうものが毎年のようにいろいろ取り沙汰される可能性は高いですよね。まあさっき言った佐々木朗希投手の名前もありましたけども、あとはまあ、例えばヤクルトの村上選手だとか、続々と多分、ポスティングの可能性が出てくる選手が、いますので、まあいますのでというか出てくると思うんでね。まあ、そこに対して球団がどうやってその話を進めていくか、まあ引き止めるのか、それともあの気持ちよく送り出すのか、そういったところは現状だとあまりルールが明確なものがないので、まあ日本の野球界を考えるんであれば、早いうちにちょっとボスに関しても最低限のルールっていうものは設けた方がいいのかな。っていうような思いはしますけれどもね。まあ、それをつけることによって選手にちょっとその足かせになってしまうっていう意見もあるかもしれないんですけども、まあ、やはりさっき言ったように、ファンの方とか球団も含めて、みんながそのね、気持ちよく行ってこいって送り出してもらえるような形で行ってもらいたいんでね、まだ早いよ、まだ行くなよっていう状況で、行くよりは、さっき言ったようにみんなでね、祝福されながら行ってもらいたいので、そこを明確にするにはやっぱりちょっとした、ルールが必要なのかなというふうに思います。まあ、どちらにしろ、やはり、世界中から日本の野球っていうものが認められている証拠なので、まあ、今回の大谷選手をはじめ、その、びっくりするような契約ですよね。もう、一般の、まあ、私も含めてなんですけども、ちょっとその、想像できない金額なわけですよね。とても野球で稼げるお金ではないようなね、お金ですから、まあ、そんだけもらって一生のうちどんだけ使えるのかっていうぐらいの金額ですから、まあでもそんだけを払ってまででも来てもらいたいっていう、そんだけの価値を日本の野球選手に対して持ってくれてるわけですから、まあそれは日本人としては非常に誇りに思いますし、まあ今後も世界を舞台にして、活躍する日本人選手が出てくるのは楽しみにしてますけどね。まあただそこにはさっき言ったように、元々の日本のチームとか日本のファンに対する最低限の何て言いますかね、納得感というのを持たせながら育っていってもらいたいなというふうにちょっと思いますけどね。はい。今回もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。